明日は晴れですね。はい、馬さんに話しかけて、馬さんが邪魔。あれ、そういえばじゃがいもの種まいてねえわ。もったいないなぁ。種だけ取って、種だけ買ってまいてないの一番もったいないわ。さあ、これでもう水やりだけでだいぶ大変になりますよ。こんだけ育てたらだいぶ大変。ほら、もう汗かき出してでしょ。だいぶ一仕事してるもん。よし、今日はとりあえずエリーちゃんに挨拶しとこう。やべえな、もう4時やん。種まいてさ、耕して種まいて、水あげてただけやで。それでもう4時。すごいな、いちいちがあっという間で過ぎてくわ。はい。疲れてちゃんと休みます。今日ちょっとね、酒場行ってみましょうかね。酒場行く前にとりあえずの日課を済ましておきましょうか。もうコロボックルいないんかな。コロボックルも定期的に話していかないと。あ、いる。はい、話しかけて日本語を覚えさせないと。よし。ああ、でも酒場行きたいんだよな。酒場先行くか。薪を切るのもいいけど、また後日にしよう。今日はとりあえず酒場に行きたい。まだ行ってないですもんね。こんだけ日にち経ってながら。そういえば行き忘れてるわと思って。ここね、結構人に出会えたりしますから。これは牧場のおじさんね。いやー、まあ笑っちゃ悪いなーっつって牧場継ぐのを 笑われるっていうね。お前に笑いたくねえわっつって。バーのマスター、ゆっくり、あ、いらっしゃい、ゆっくりしてってくれ。なんか飲めるんかな。ぶどう酒、木の実酒、麦酒、ミルク、水、ミルクにしようか。健康的だな。バーでミルクを飲むっていうね。お酒飲めないんすよ、私、みたいなね。うん、17日草競馬。今日が13日か。ふん。話しかけるな。じゃあ、男の子に花をあげよう。ふん。でも受け取るっていうね。うん、よう頑張ってるか。あら、見ない顔ね。どこから来たのって別に聞く必要ないか。ない、一人で乗りツッコミしてんだけど。で、聞く必要ないかっつって乗りツッコミしてる。どうせすぐいなくなるんだもの。あ、もうここ出るの。この町出ちゃうんね。そんな君に花をあげよう。ありがとう。嬉しい。え、ちょっと照れる。ツンデレ系ですよ、これ。いらっしゃい。オーダーメニューを見てちょうだい。あ、ここでバイトしてんの。あんまり話しかけないで。うん。お花もらってちょっと顔をあからめたのにもかかわらず、あんま話しかけると怒られるんだよね。うん。まあ、とりあえず、寝ようもう。寝よう。いちいち早いわ。ほら、もう9時ですよ。10時になろうとしてる。寝よう寝よう。明日は晴れだったっけね。晴れですね。はい。犬さんがいないな。お、キャベツ収穫できんじゃない？あ、できる。ありがたい。馬さん邪魔。馬さん邪魔。ちょっとしいな、馬。とりあえず、牛小屋で出荷しようか。作物を1個だけちょっと残しておきましょう。ちょっとあと出荷するやつだけ出荷しよう。間違えた。出荷箱を斧で切り裂く。主人公ご乱心ですね。出荷するやつだけ出荷して、キャベツも取っておこう。しちゃいましょう。これやっとキャベツが取れましたね。オッケー。じゃあ水やりをね。だいぶ上手くなったんだよな、これ。水やり速度バカになった気がする。これがないかな。今さんに話しかけておいて。お、だいぶちょっと疲れてきたわ。ああ、水なくなった。あと1個やったのに。あと1個のために、水を踏むモーションをしないといけない。犬どこいんねん。あ、おったおった。犬抱っこしておかなあかんのにさ、犬いないんだよね。さあ、犬用のブドウね。犬はブドウしか食わないから。犬はブドウしか食わしてないから。え、もう2時っすか。ちょっとエリさんに会いに行かな。エリさんに会いに行くために花を取りに行こう。ついでにコロボッコルに話しかけに行こう。薬屋のおじいちゃんや。風呂に入るのも疲れを取る方法の一つじゃな。家にあると便利じゃ。それも増築で作れるんですよね。重要なことなんですけれども、間違えた。水をあげちゃって。エリちゃん間に合うかな。ああ、もうフラワーショップ閉まるな。どうせなら木を切ってっか。さあ、じゃあセーブしていきましょう。おはようございます。春の月15日目になりました。15日、明日は雨ですね。これは重要な情報。テレビを斧でぶったたく。おい、誰ですか？どなた？いやあ、この牧場は君が立て直しているのかい？頑張っているね。おっと、失礼。僕は植物学者っていうと聞こえがいいな。まあ、花屋をほっぽり出して旅をしてる親父ってとこだ。花屋のお父さんか。ポプリのお父さんですね。パパー！おお、ポプリー、愛しの我が娘よ。元気だったかい？あ、抱っこしてる。パパ、もうポプリ子供じゃないんだから、やめてよ。見た目子供やけどね。挿絵の見た目は子供やねんけど。一段と可愛らしくなったな、ポプリ。ママが首長くして待ってるわよ。こんなところで道草食ってないで、早くお家に行きなさいよ。こんなとこ言うなや、わしの牧場さ。ボックス牧場さ。こんなところ言うなや。もっといかんいかん。今行くよ。ママ。うちの放浪パパ。植物のこと詳しいから何かあったら相談するといいよ。じゃあまたね。いや、いいんだけど、こんなところって言われたことのショックが後に響くね。さあ、犬さ、ちょっと犬小屋の近く行ってよ。犬抱っこするの日課なんだからさ。馬。さあ、じゃあ水やりやっていこう。ダダダーっと水やり。そしたらどうしよう。わあ、もう1時か。とりあえずエリーちゃんに会いに行かないと。こんにちは、エンタさん。本当にあなたっておじいさんもそっくりね。あ、今日月曜か。エリーちゃん探しに行こう。多分、山で釣りをしてるらしいですね。なんか釣りが趣味らしいんですよ。俺の苦手な釣りね。釣りをやる少女らしいですが。マスターがいるやん。これはケーキショップのマスターですね。うん。やあ、こんにちは。君が新しい牧場主さんだね。僕はケーキ屋のマスターをやってんだよ。使えた時はお店でゆっくりしていってくれ。あんまり仲良くしちゃダメだ。恋のライバルだからね。だから、まだ僕のこともあんまり知らないみたいですね。あ、エリさんいた。小さい頃、お父さんと一緒によく来たの。お父さんはね、すっごい釣りの名人だったの。だそうです。間違えた。また水あげた。好きな女の子に水あげるかね。花をあげよう。あら、ありがとう。嬉しいわ。好きな女の子に水をかけるってね、最悪な行為をしてるけど、まだちょっと日本語覚えられないから。さあ、ここら辺の薬草を出荷してないわ。考えてみれば出荷しないから溜まっていく一方なんだよこれ。さあ、気を切っておこう。OK、 夕方やからバー行こう。もう夕方っていうか夜になってるからね。バー行こう、バーへ。さあ、明日は雨やから、とりあえず水まきはせんでいいよね。メンバーはあんま変わらないな。よう、いい夜だな。あ、今日はご機嫌や。はあ、酒を味わうんじゃなく雰囲気を味わいに来てんのかな。昼間言えないこともなんだか話してしまいたくなるじゃないか。いやあ、マスター、よろしくね。はあ、あんまり話しかけないで。ぶどうをあげよう。きゃあ、これ大好きなの。嬉しいわ。さすがぶどう園の娘やな。ぶどうが好きなんや。君はもう人生最高の花を見つけたかい？あ、ごめん間違えた。ごめん間違えた。見つけてないっていう意思表示じゃないから。薬草をあげてみようか。いや、悪いね。ありがとう。うん、いい人。薬草くれて、悪いねって言ってくれる人。いいよね。俺絶対そんなリアクションできないわ。薬草もらったら、っていう、ってなるわ。薬草もらって、ってなる。バーのマスターに。いらっしゃい。見かけな、見ない顔だね。観光に来た客かい？え？牧場の？そうかい。まあ、若いうちはいろいろ挑戦するのもいいことさ。薬草をあげたのになんかすごい雑談をされたっていう。すごい人違いをされたっていう。観光客と思われたっていうね、最悪のエピソードでしたね、まあ。バーのマスターに薬草をあげるとああいうことになりますよ。さあ、とりあえず寝ましょう。雨降ってるわ、やっぱり。明日は晴れですね。結構雨の確率高いな。結構降ってんじゃないの？結構な確率。ああ、そっか、明日草競馬だから、その案内ですね。はい、草競馬ですよ。うん。草競馬はね、競馬だから本当にお金をかけることができるんですよね。うん。なのでちょっとお金を貯めておきたい。まずは、犬用の、餌ね。草競馬は17日です。出場のお申し込みは前日に受け付けます。五輪牧場。まだ子馬なんで、1年目は出場することはできないんですね。だから、とりあえずはもう出場しないということで、五輪牧場行く必要はありません。ここら辺も出荷して加入しておこう。明日までに。確か、その、掛け事の時は、あれなんだね、コインかなんかなんですよね。うん、お金ではないんですけど。競馬用のコインかなんかを取引するんですけれども。よし、よしか。よし。これでまたお金になるよ、結構。水やりは必要ないから、このまま行きましょう。ああ、ちょ、うまうま。馬どこ行ってん？馬読みましょう。馬どこ？あ、いたいた。はい。今日は今、いろいろなことを農作業しましたけれども、これまだ、体力は使ってないはずなんですよね。で、この体力を使っていない状態で、朝の9時以降に、この女神のところに来ると、女神さんが出現するはずなんですけれども、この雨っていうのがちょっと怖いんですよね。とりあえずちょっと投げ込んでみましょう。このキャベツ。出るかな？出た。来ましたね。あら、今時ちゃんとお供え物してくれるなんて、なんて、心身深い人でしょう。感激したわ。で、願い事はなーに？そう、願い事をね、叶えてくれるんですよ。天気、体力、恋愛。これどれかを上げてくれるということなんですけど、体力ってやってみましょう。あら、今は元気いっぱいじゃない。じゃあ代わりに、いいものあげるわ。これです。これをやりたかったです、僕、一生懸命。はい、これで力の木の実というものがもらえます。これで体力の最大値がアップします。うふふ、それじゃあまたね、お仕事頑張ってねって。この力なきの実はこの世界の中で10個あるんですけど、これやっと1個目ですね。まあ、こういう感じで、これ大事なアイテムなんで、おいおいね、どんどん取っていきたいとは思ってますけれども、全部取っておく必要が多分あると思うんですよね。グッドエンドのために。だから、一生懸命取っていきたいと思います。あとは、コロボッコルに話しかけておくのと、アイテムいっぱいか。ムーンドロップソこんないらんかったな。薬草だけ食っておこう。疲労を回復させる効果があるからね。日々疲労は溜まっていきますから、体力は減っていくのは、毎朝おにぎりを食べることで回復するんですけれども、疲労は、毎日の作業で溜まっていきますから、特に雨の日に作業すると疲労は溜まっていくので、疲労回復のために薬草を食べるっていうのが重要なんですね。開かない。あ、もう、もう6時。マジか。わかった。じゃあ、バー行こう。バーにエリーちゃんいないかな。自分お嬢さんの気持ちもわかるんす。都には出会った時のないものが、たくさんありますから。あ、出会ったことのないものか。自分も憧れてました。そうか。はあ。いらっしゃい。ゆっくりしていってくれ。ではこんばんは。花には肥料、人には息抜きが必要なのさ。よし、じゃあこの人に花をあげる。おや、悪いね、ありがとう。やれやれ、お互いこんな日の仕事はバテちまうよな。じゃあマスターにも花をあげよう。おお、なんだい、これのか、ありがとうよ。うん。で、このカイ君にもこれをあげよう。すいません、ありがとうございます。で、ついでにこの郵便局の人にもあげよう。わあ、どうもすみません、ありがとうございます。ね、バーに来てた人にどんどんあげるっていうシステム。お近づきの印に、みたいな感じでね。村民と、町民とね、仲良くなっていきましょう。馬に挨拶したっけな。したか、したな。うん、したした。よし。じゃあ明日はいよいよ草競馬ですので、頑張っていきましょう。